志布志港でサンフラワーを後にしまして、鹿児島県一発目の目的地でありますこちら大崎ふれあいの里公園に来させていただきました。もうねすでにね遊んでますね。今日土曜日のね午前中なんですけど、ちょっと朝早いからかな、まだ全然子供の姿が見えませんね。いいぞ。それそこにまたかながるちゃん、ほんまは。タクちゃん危ないな、せやな。そうやろ、そういうことやろ、それ。うわ、お前なんかこれ怖いな。怖くない？怖いやろこれ。うわ、タクちゃんすごいな、お前やっぱり。できた、できた、行くで。おいおい、うわどう、めっちゃいい、めっちゃいい、もう一回上がる。カブトムシ、あ、いいよ、これカブトムシ。うわ、うん、でっけえ。お兄ちゃん、座ってみて。兄ちゃん、なんだこれ。何戦ってんの。はい、チーズ。タクちゃん横向いてる。はい、チーズ。やったー。昼食食べましてですね、続きましてこちら前田家さん、こちらに来させていただきまして、味噌作りのね体験をできるということでございまして、それではね行ってみたいと思います。行きましょう。はいはい、どうぞ。はい、はい、あ、こんにちは。タクちゃんこっち見て。あ、はい、思って、はい、この時計また呼びますから、はい、その40分ぐらいかかるから、はい、お茶は向こうで飲んでくれるか。わかりました。とにかくね、1人1個が1キロ、1キロが20キロだから1人、20キロが1キロ分になります。あ、はい。あとはこれはまだこっちで混ぜを加わるから、あーはーはー、こっちを消して、この次から。はい。また、あとがまた時間があるからね。うん。何ここの部屋。え、そうなの？何ここ、すごい。え、2階？なんか、町屋みたいな感じなのかな。わあ、なんだこれは。すごい。お食事できるんやね、ここでね。うん、ご飯食べれるんだ。見て、ほら、宴会スペースになってる。あ、どこか兵庫だった。はい。兵庫かな。兵庫か。はい。味噌の加工みたい。すいません。よろしくお願いします。お座りにいます。ならね。ありがとうございます。足が痛いね。行って。あ、なんかこう、はい、食べなさい。あ、ありがとうございます。食べない、どうかな、食べるかな、食べさせてみて。うちこれね、郷土菓子だ。へぇ、あ、すごいな。人肌ぐらいに冷ますんだって。どう、暑かった？暑くなかった？これを入れないと、氷が
この厚味噌小豆ないもんな。これを入れるからお味噌になるの。麹菌か。麹菌。ああ、美味しくなあれは。うん。すごい食べられないからね、こんにちは、何かないと。ああ。これに、月曜日になれば、明日にも、月曜日の朝もこれが真っ白になってるのよ。あ、真っ白に。へえ。コーヒーを入れたから、これが真っ白になって、それにこんな、うん、大豆を入れて、これに混ぜて、混ぜたらここから出てきて味噌になる。すごいな。ありがとうございました。はい、じゃあまた。また月曜日来ます。お願いします。恐れ入ります。大隅半島はね、こう自然豊かということでね、あ、すごいね、雄大な景色ですね。はい、こんな感じでございます。貝がな、貝が落ちてるな、いっぱい。ああ、綺麗やな。あ、ほんまやな、コースターの時の貝殻に似てるな。